2024年春夏の最新ニュースをご紹介していきたいなと思います。ペインズ×ハリウッドランチマークとのコラボね、出てきました。テバーとロンハーマーとかのコラボ。今やっぱもうリカバリーサンダルってもうみんな履いてるじゃないですか。だってもうめっちゃいいもん。はい、本日ですね、2024年春夏の最新ニュースをご紹介していきたいなと思います。ということで今回5月編をねご紹介させていただくわけなんですけども、とうとうショーツがもう出てきております。早速もういろいろ行きたいんですけど、ショーツに関しては安いところもちょっと何件かあったんですよ。全体的に全部値上がりはしてるんですけど、その中でも安く買えるっていうのもあったりしたんでご紹介はしていくんですけど、まず一番最初ですね、こちらバリーズショーツになってるんですけど、バリーズショーツに関しては今年からね8800円という値段になっております。毎年思うんですよね、履いた時に、まあ、ショーツちょっと短いなやっぱ違和感あるんやけど、結構集まってきてまずなったりしたら逆にロングが長いなって思ってきたりするんですけど、最初の履き始めってパタゴニアのショーツもそうやし、バースタイルショーツもそうやけど、ちょっと短いなって思ったりするんですけど、これってあるあるちゃいます。これが8800円であったりとか、バリーズのロングとかも出てますけど、バリーズロングに関しては値段一緒なのかな。バリーズショーツ8800円、バリーズロングも8800円っていう風に現時点では書いてます。もし違うかったらコメントいただけたらなと思います。よろしくお願いします。で次がですね、バーサタイルですね。バーサタイルショーツに関してはなんかイメージ的にはパタゴニアのバリーズショーツに似てきたなっていうカラーの風合い。でこのバリーズショーツなんですけど、確か昨年からバーサタイルミッドって出たんですよ。でこれバーサタイルショーツ、これバーサタイルミッドって出てると思うんですけど、バーサタイルショーツが一応6930円になってるんですけど、楽天のリンクとか見ていくともうちょっと安いのがあって、今だったら 10% ぐらい安いんですかね、6300円ぐらいとかがあったりはするんで、一応それもねリンク下に貼ってます。でバーサタイルミッドの方がちょっと安かったんですよ。さすがにこれはもうこの段階であるかわからへんけど、僕見てる値段では元々が7700円なんですけども、これもカラー増えてて、僕見てる段階ではですよ、7700円が4850円で販売はしてたりするので、自分に合うカラーとかがもしここ余ってればねいいと思うんですけど、これも同様に下のリンク貼っておきます。正直ねバーサタイルショーツって夏になっても売れ残ってるカラーってあるんですよ。それに関してはもうセールとかになったりするんですけど、何が人気あるかって言ったら始まるのは分かんないんじゃないですか。だから始まる前にこういう人気のカラーをとりあえず一旦押さえておくっていうのもありだなと思いますし、いやもういつもねカラー届かないからなんてもいいわっていう方はもうちょっと熱くなってからやったら売れ残って、よくセルフショップとかでセールになってるので、それも狙うのもありかなと。でやっぱりパックティーも出てきますね。しかもコラボのパックティー、ペインズ×ハリウッドランチマークとのコラボね出てきました。ペインズもよくあれですよね、冬のナンガ夏のペインズっていうぐらい尻がる女じゃないですよ。よくコラボする。冬になったらナンガはいろんな男とすぐ寝るけども、夏になったらヘインズはいろんな男とまっすぐ寝るんですよ。だからこれが冬のナンガに夏のヘインズっていうのがね有名な、夏の中のギャルですわ。ヘインズはもうギャルとこってるんで、でナンガはスノボーとかスキーとかしてるお姉さんみたいな、すぐに結構コラボしたりしがちですけども、そういうのがあったりすると。でそれが何やったら、まあ、ノーセンスのアンタイドとかも変わらずやってるみたいです。そこまで爆発的な人気はないっていうところなんですけど、多分これは企業理念を打ち出してるというか、パタゴニアとかやったら今度紹介するんですけど、お味噌作ってみると、味噌ちょっと怖い、なんか怪しいことが始まってると思うんやけども、なんか味噌作り出してるから、そういうオーガニックな食材作ったりしてるんですけど、まあ、その一環として社会貢献でノーセンスは転職をしない。転職ってすっごい水使うんですよ。その水を使わないようにして地球を大事にしていこうよっていう感覚だなと思います。それがねノーセンスからサンダルも出てるんですよ。しかもリカバリーサンダル的な感じのサンダルとかもこう結構出てきてたりするので、今やってリカバリーサンダルってみんな履いてるやつだってめっちゃいいもん。僕もう何年履いてるか分からないし、みんなにこれ買ってっていうぐらい、もうとにかく買ってほしい。ウロボスも株買っとったらよかったと思うぐらい、もう3年ぐらい前に株買っとけばよかったと思うぐらい、これ結構みんな履いてると思うんですけど、サンダルもねここから出てくるかなと思います。例えば分かりやすいと言ったらテバーとロンハーマンとかのコラボ、まあ、ロンハーマンも結構よくコラボしますけども、テバーともコラボしてて、テバーもね確かルクアにテバーの専門店出て僕見に行ったんですけど、どっちかって言ったら専門店って言うともちょっとポップアップストアっぽい感じでやってて、限定品あるのかって言ったらそんな感じでもなかったんで、テバーはこういうセレクトショップとかで買うっていうのも全然ありかなと思います。カスはやっぱりそういうルクアの直営店とか行った方があるんかもしれないけど、そんなのがやったりしました。で次はねアークテリクスの最大イベントっていうことがあって、ちょっと前なんですけど4月20日から5月5までに原宿でアークテリクスミュージアムっていうのがやってるらしいので、ちょっとこのそれまでに動画出せてないと思いますけど、そんなんがあったりとかします。アークテリクスも最近結構選択であったりとか、まあ、いろんなことに力入れてたりとか、あとねなんかはね新店が出ました。新しい店舗が出て、次布団に特化するのかな、目黒のところにできたね南波ショップ東京っていうところが4月19日よりオープンしてるということで、南波布団ショップなんですよ。だから布団に興味ある人とか、南波のダウンも最高だから、俺布団も南波が欲しいねんっていう方なんかは一回行ってみてもいいかなと思います。でウォッシュマンズはねパックティーが出たりはしております。パックティーもねこれからどんどん紹介はしていきたいなと思ってるんですけど、2枚セットで3960円とかがあったりするので、まあ、確かウォッシュマンズってパックティーもあるけど、グッドオンっていうティースも無地のやつあるはずなんですよ。それもそんなに高くないかなと思うんですけど、結構カラーも豊富でいろいろあるんかなと思います。
それが何やったら、最近ちょっとスニーカーブームがちょっと終わりだしてはいてるんですけど、スニーカーをきれいにする用のスニーカーのクリーナーとかがキットで出てたりしてるみたいで、そういうのが興味ある人とかね、スニーカーいいかなと思いますし、あとね、デニムがなんと3000万なんですよ。え ?3000 万のデニム、どうなってるんだって話だけど、風とかいろんなところから来たりとか、あとなんか自動で乾かしてくれるとかね、そのデニム着てたら池の中入って上がった瞬間自動洗浄でビュッと乾きましたとかね、乾くんかなと思うようなデニムなんだけど、ちなみにそれはバックトゥザフューチャーの1枚でありますけども、これヴィンテージです。ヴィンテージのデニムが3000枚になってますよと。もうヴィンテージもどん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 値上がりしてるから、なんかどこまでいくか分かんないけど、もう言ったってもう母体数は限られてるわけじゃないですか。もうヴィンテージの数自体が切れば切るほど減っていくし、ボロボロになっていくし、潰れたりとかなくなったりしていくってことは、もう絶対この値段が上がることってもう分かってるんじゃないですか。今後も上がり続けるし、どんどんヴィンテージの100年前のデニムって減っていくだけなん で、それをみんなで奪い合うから、それは高くなるんですけど、そんなのやってるみたいですわ。で、あとですね、ちょっと面白いかなと思ってね、一回買ってみたんですけども、皆さんね、ノットオブブルーっていうのご存知ですか。これね、ノットオブブルーって言って、そのリサイクル生地とか、ポーラテックとかを取り入れた、機能素材を積極的に取り入れて、トレンド感のあるデザインを数多く展開するアジア中心のブランドらしいんですよ。一回買ってみようと思って買ってみたんですけど、これ中国の会社やったんですね。なかなか届かない。買ってから1ヶ月ぐらい経つでって、もう春終わっちゃうでって感じだけど、もうなかなか届かないんで、ついこの間発送しましたっていうメール来ました。だからこっからまだ4営業日とかなんかかかるって言ったからまだ来へんんですけど、これはね、結構値段安いんですよ。3万円以下とかで全然買えるマウンテンパーカーで、しかも防水でとかっていう、しかも機能も結構見た目もスタイリッシュでかっこいい感じなんですけど、まあ今このネットの時代ね、その1ヶ月もかかるのってちょっとどうかなと思うんですけど、まあこれも1回買ってみて様子みたいなということで、今回ご紹介させていただきました。もうまあほんまに夏に向けてサンダルであったり、あとまあ T シャツとかカップティーとか、あとそれがね、ショーツ系とかもバッと出てきますので、まあ大体夏って買うもの決まってるじゃないですか。服で言ったら T シャツと、まあショーツとサンダルかなぐらいな感じで、あとは小物、まあキャップ帽子とかであったり、アクセサリーとかちょこっと買うかなっていう感じなんで、どっかって言ったら洋服よりも体験にお金かけることが多いじゃないですか。キャンプ行ったりサウナ行ったりとか、あとアウトドア行ったり、海行ったりとかね、旅行行ったりって感じなんで、まだね、旅行の予定ないけど、今年ちょっと一旦バースタイルとか新色で出るかな、買っとこうかな、こんな感じで、結構綺麗な色味が出て、僕も実際はまだ見てないのでわからないんですけど、興味ある方なんかはね、見てみるからのもいいかなと思いますし、バギーショーツに関しては、多分皆さん自分のサイズ分かってたと思うので、まあ、色であとは買うっていう感じです。今年この気に入る色がなかったらスルーでいいなとか、あ、今年これ気に入るなと思ったら買えばいいかなと思いますので、僕個人的にはそんな気に入ってるっていう色がないので買わないかもしれないんですけど、不思議とね、毎年気になるのがバギーズショーツの柄割れが気になるんですよ。なんかいつもね、柄がいい柄出てくるなと思って、去年買った柄もめっちゃ強かったし、ハワイとかで履いてたんですけど、今度ねまたハワイ行くんですけど、その時もね履こうかなと思ったりしますし、まあなんかそんな感じでバギーズショーツはもうちょっとなんか買おうかなとか思ったり、まあ、バースタイルの、ね、色もね、実際見てみるのは分からないんですけど、そんな感じで皆さんね、楽しみにしていてください。ということになっておりますので、本日はですね、2024年の春夏の新作最新情報をお伝えさせてもらったという動画になります。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。